はい、ブレイクスルーアカデミー代表の安藤正治です。よろしくお願いします。今日はですね、こちらです。フォレスト、総合英語のフォレストを使われている高校もあると思います。で、皆さんの中にもね、もしかしたら使われている方もいらっしゃるかなと思うので、まあこちらの使い方をね、今日は紹介していこうと思うんですが、まあ早速ですがね、ちょっと私的に、これは個人的な感想としてはね、フォレストはね、ちょっとね、使いづらいんですよね。今日はちょっと若干辛口になるんですが、まずね、フォレストが使いにくい理由はいくつかあって、一つは、なんかね、もういろいろ詰め込みすぎてるんですよね。大雑把に言うと、いろんな人が嫌わない参考書っていう、なんかもうザ参考書みたいなのを作ったって感じです。なので、なんかね、ポイントがつかみづらいんですね。何がその大事なポイントなのかっていうのはつかみにくい。で、そうすると、まあその分量が多い分、多分必要なことはね、網羅されてるんだけれど、じゃあどこを覚えたらいいのって話になってくると、ポイントがつかみづらいから、もしかしたらね、皆さん使ってて、ものすごくこうやりづらいんじゃないかなって思ったりします。で、私はね、例えば学校でこういうのを使われてますよ、フォレスト使ってますよって言われても、いや、これ使いにくいって正直思ってるんだったら、他の買った方がいいですよって話をします。ね。だってその方が自分の英語力を鍛えるにはいいわけじゃないですか。これを勉強しないといけないわけじゃなくて、皆さんが英語力を上げるためにはどうするかっていう話なので、これに縛られる必要はないです。ただこれがね、もしそんなにね、いやいや私は別に嫌いじゃないですっていう方であれば全然問題ありません。で、なおかつこれはもう参考書っていうか辞書なので、辞書は教科書プラス、まあ単語帳なり何なりっていうのをベースに置いて、その中でわからないものをね、補充していくために使う辞書みたいな形なんで、もしこれでね、全然不便がないよっていう方は、ぜひこれをね、しっかりやっていきましょう。ただこれをね、使うときにどうするかっていうと、例えば、こう、自分の必要なところ、自分がわからないなと思って調べたところがあるじゃないですか。で、その時にこの文章を読むんですよね。だからこういう文章とは何かとかってあったら、なんかこの文章をこう読んでいくわけです。で、そうするとね、中には、なんかその説明でも分かりにくかったりとか、その説明を聞いて、あ、これってもしかしてこういうことだったのかなとか、自分の分からなかった英文のこれを見た時に理解できた部分っていうのを、実はね、ここにね、書き足していくといいんですね。自分が思ったこと、自分なりの解釈が必ず入ってくると思うんだけども、その自分なりの解釈をこの参考書にね、書き加えていくんですよ。そうするとね、情報が増えていきます。例えば、私だったら受験の前にいろんな模試を受けると思うんだけど、模試の中でどうしてもその日本語和訳をね、日本語和訳じゃないや、英文和訳をね、しようと思った時にすごい詰まったとか、問題として英文和訳が出たけど、それをこう自分なりに解釈できなかった時に、こういうので調べて、あ、この文章はこういうふうに分析すればよかったのかって思ったら、その英文を別のね、紙でいいから書いて、それをこれ分かったね、自分が理解したものを書いて、それを切り取ったものをね、ホッチキスかなんかでここね、貼ってました。で、そうするとね、情報が増えていきます。で、例えば模試とかの回答とかにも、実はそのね、文法的なさ、ポイントとか、これは重要とか、ね、こういうふうな、なんだろう、熟語もありますよみたいな新しい情報とかが入ってくると思うんだけど、それも全部こっちの方にさっきみたいに紙に貼ってこうつけたりしてたんですよね。で、そうするとこれも実は分厚いんで、辞書タイプだから分厚いのは当たり前なんですけど、この中には全てが入ってるわけじゃないよね。その点で言うと必要なことは網羅されてるけど、自分が模試とかでここに書いてないようなこととかも手に入る可能性があるわけです。で、そういうのをこれにもどん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 加えていく。で、日頃の勉強、学校の教科書とかもそうだし、先生からのね、アドバイスとか、先生からもらったプリントとかもそうだけど、プリントそのものを持っとくんじゃなくて、プリントとこれに被ってることって多々あるんですよ。で、そうすると、プリントはどん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 溜まっていくから邪魔だけど、そのプリントにあってこれにないものだけをピックアップして、自分で復習用に書き留めて、それをここに貼って次に進む。プリントは捨てるっていう感じにしていくと、これ一冊だけでね、ほど垂れていきます。ね、学生たちの、なんだろう、悩みっていうかさ、プリントどんどん溜まるんだよね。いろんな教科のさ、英語だったり社会だったりが、いろんなプリントがどんどん溜まっていくので、それが煩雑になって部屋が散らかってみたいなね。で、そういうのをぜひね、減らしてもらいたいので、必要以上の情報はもう持たない。だって復習する暇がないから多分、その先ね。ってことは復習する暇がないプリントは持ってても仕方ないし、焦るばっかなので、もうそれを捨ててね、行くんだったら、例えば、もう、スマホでしゃべってデータだけ取っとくとかね、パソコンに取りためておくとか、例えばこういうのに今みたいに必要な情報だけをピックアップして、こいつに書き加えて取っておくとかね、
そのストックの仕方を考えてくださいね。溜め込まない方法を考えてください。で、最終的に復習するときに復習しやすいようにこれを使いましょう。で、実際ね、悪い参考書ではないんです。使いにくいっていうだけで悪い参考書ではないので、これを使うと決めたのであればこれ一本に絞った方がいい。で、使ってて1ヶ月2ヶ月使っててどうもモヤモヤするっていう方だけは、例えば他のヴィンテージを使ったりとか、市販のね、ツタヤとかね、他の本屋さんに行って、自分なりにこれと似たようなね、問題集を、参考書を買ってきて、持っておくともいいよね。私が使ってたのは、分かりやすい英文法だったかな。なんかそれ、ちょっとこれよりも半分ぐらいの薄さで、もっとカラーバリエーションが少なくて、もう、参考書で文法書なんだけど、読みやすいです。そちらもね。他の動画でね、そちらの方もじゃあ紹介しようと思うので、まあ、ちょっと待っといてください。今回ね、フォレストの方ちょっと紹介したかったのでね。で、今これは最新版かどうかはわからないんだけど、必要な情報はちゃんと網羅されている、ちゃんとしたザ参考書です。なので、フォレストは多分一番有名なんじゃないかなと思うし、使いやすいと思う人にとっては最高ですね。で、今みたいに自分に必要な情報はどんどん書き加えていって、この一冊だけを充実させていきましょう。もしフォレストが合わないなと思ったらもう無理はしない。もう別の参考書に切り替えてください。皆さんがね、必要なのは英語のね、力。皆さんが志望校に合格するための英語力をつけるのが本来の目的なので、そこの部分を優先して効率的にね、勉強していきましょう。今回はフォレストの使い方をね、少し紹介してみました。何か参考になれば幸いです。